夢で会えたら手をつないで、あの頃みたいに連れて行って、騙されてもいいと思える人なんてあなたしかいないから。またね、で閉じたストーリーは続編もないまま、ロンリーな夕べの憂鬱は350缶ビールで飲み込んだ。求めるほどに離れてた、戻れぬほどに恋していた。とどめは約束の指輪、今では押し入れの中。思い出が刺さった夜の中で、体に溶けてくスリーピンピルス、君の血があったいのかしらせん、今頃あなたもスリーピン。夢で会えたら手をつないで、あの頃みたいに連れて行って、騙されてもいいと思える人なんてあなたしかいないから。夢で会えたらそれでよくて、目が覚めるくらいのキスをして、今度こそ最後の言葉はまたねじゃなくてさよならで終わらせて、あの夜には二度と戻らない。私も一人忘れられない人って私はあなただから、夢で会えたらそれでよくて、目が覚めるくらいのキスをして、今度こそ最後の言葉はまたねじゃなくてさよならで終わらせて。Yeah.